八戸テレビ FM 中継局は、青森県三古郡に置かれているテレビと FM ラジオの中継局。会場町にテレビの中継局が、南部町にラジオの中継局がある。会場だけの山頂付近にある大開きには、在青テレビ局のデジタル八戸中継局が設置されており、八戸市や三沢市、戸和田市などの南部地方の大部分をカバーしている。なお、 東山を含む地域が2013年5月24日に三陸復興国立公園に編入されたため、青森県内の送信施設としては、戸和田湖中継局に次いで2番目の国立公園内に、ある送信施設となった。建設中の八戸デジタルテレビ放送中継所、NHK、RAB、ATV、左は、ATV アナログ中継所デジタルに向けて調整中の、 ABA テレビ放送中継所三考軍南部町に設置されている。なお2005年1月3日現在の NHK 青森放送局のチャンネル周波数ガイドによれば NHKFM は天間平に設置されている。三考軍海上町大技戸谷部に設置予定。2016年11月29日に無線システム普及支援事業費等補助金が総務省から 交付決定され、2017年6月2日に予備免許交付、同年9月28日に本免許交付、10月1日に運用開始された。ありがとうございます。